どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、残念ながらね、また来てしまいました。マリオットボンボポイントの解約情報が入ってきましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、またマリオットボンボポイントの解約情報がね入ってまいりましたので、解説ねさせていただきたいななんていうふうに思うんですけども、先月もねありましたよね。アビアンカ航空と、デルタ航空、あと、アメリカン航空ですね。この3つのね、マイレージプログラムに交換していただくと、今まではですね、6万ポイントを交換すると、5000マイルのボーナスがついて、2万5000マイルがね、獲得できてたわけなんですけども、これがね、先月末で終了いたしまして、この5000マイルのボーナスがね、つかなくなったっていう風になってるんですよね。ですので、今ね、このアメリカン航空とかに、マリオットボンボポイントね、6万ポイント交換しても、この5000マイルは付与されず、普通に2万マイルね交換っていう風になったんですよね。次はですね、大韓航空のスカイパス、大韓航空のマイレージサービスでですね、この6万ポイント交換時の5000マイルのボーナスがね終了するっていうのが発表されました。これが実施されるのはですね、12月1日っていう風になりますんで、まああと3週間ほどねあるわけなんですけども、前回の変更がこれは10月の末にね発表されて10月の末実施で、今回の発表が、まあ、11月の頭に発表されて12月1日にね実施ということで、かなりね短いスパンでこれ来ておりますよね。いやこれはねやばそうですね。本当になんか毎月レートがどんどんね悪くなるのが発表されていくみたいなね、まあ、そんな感じになってきてますよね。ですので、もしかしたらまた来月このマイルの交換レートっていうのが発表あるかもしれないですね。まあこのマリオットボンボイポイントっていうのをホテルでね使っていて、ホテルをメインでね貯められている方はですね、まあ今回の発表に関してはですね、まあそこまでね影響ないのかななんていうふうに思うんですけども、マイルをねメインで貯められている方っていうのはかなり影響大ですよね。まあ今のところですね、日系の航空会社であったり、まあアラスカとかねシンガポールとかね、ここら辺はね影響来てないですけども、まあ、今後ね発表されてきてしまうかもしれませんので、いやーこれねちょっとマイルをメインで貯めている方はですね、ちょっとやばそうですよね。ですので今回ね、まあ、こういった情報がですね連続で来ているっていう風になりますんで、個人的にはですね、マイルをねメインでこれからマリオットボンボイアメックスね発行検討されている方は、ちょっとね様子見て今ね発行しない方がいいかもしれないですね。年会費がね 49,500円と年会費が高いですので、これ本当にねあと半年ぐらいでもしかしたらだいぶこの環境ね変わってくるかもしれませんので、まあ、年会費払っちゃったらね帰ってきませんので、これね発行してすぐねマイルのレート変更になりましたってなるとですね、非常に残念な思いねされるかななんていうふうに思いますので、まあホテルねメインで利用されたいっていう方はね、まあいいのかななんていうふうに思うんですけども、マイルを貯めたいから発行しようって思ってる方はですね、ちょっとね様子見た方が良さそうですかね。いやーちょっとね非常に残念です。先月もね同じような情報があって連続するんじゃないかと思ってたら、本当に連続してねあの解約の情報が来ておりますので、まあ、個人的にはですね、ひとまずね様子見ていただいて、しばらく変わんなかったらねいいのかななんていうふうに思うんですけども、ここまで立て続けに来るとですね、ちょっと 2,3 ヶ月後ねまた他のマイレージプログラムでも、まあ、同じようなね話になってきてしまうかもしれませんので、この点をね覚えておいていただければなと思います。 ANA とか JAL とかね、まあ、ここら辺まで手がついてくるようになってしまったらですね、まあ、マリオットボンボポイントっていうのはこの5000マイルのボーナスがないと、還元率はね 1% っていう風になってしまうんですよね。そうなってくるとですね、ちょっとねあの普通の ANA カードね持っててもあんまり変わんなくなってきてしまいますので、まあ、そうなってくるとねちょっとねもったいない気もしだしますので、この点はね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、ちょっと簡単な動画にはなりましたけども、マリオットボンボイポイントのマイルの交換レートね、大韓航空のスカイパスもこの5000マイルのねボーナスマイル終了ということで、いやー今後どうなっていくんですかね。ちょっとこの5000マイルのボーナスも今あるのもどんどん終了していきそうじゃないですかね、まあ、そんな感じになりそうな気がちょっと個人的にはしておりますかね。マイルに強かったマリオットボンボイアメックスもとうとうね終了してしまうのかも
知りませんね。ちょっと立て続けに来るとまた次が来るんじゃないかっていう風な気がいたしますよね。またね、マリオットボンボイポイントホテルでね利用する場合、今はねちょっと前まであったシーズン制のね枠の中で変動制がね導入されているわけなんですけども、まあこれもですね、今年中のデータを見て今後変わっていくっていうのがもうすでに発表されているっていう風になりますんで、まあ簡単に言うとね、今後ヒルトンホテルみたいにめちゃくちゃポイント多いみたいな感じに、ね、なるかもしれないっていうのも可能性としてはねゼロではありませんので、またね新しい情報がありましたらですね動画ね解説させていただきたいななんていうふうに思いますので、ぜひねチャンネル登録しといていただければなと思います。またねアメリカのロサンゼルスではですね、ホテル労働者保護条件費用サーチャージっていうのが一部のホテルでね導入されているみたいなんですよね。これはロスのね法律みたいな感じで導入されているみたいなんですけども、これは一応ね新規のホテルにまあこれが適用されていくみたいな、そんな話みたいなんですけども、ホテル代とは別に8ドルから10ドルね上乗せされるみたいなね、まあそんな感じで実施されているみたいで、これもね海外のブログの方のね、あの情報で、確かにね、検索すると、ホテル代とは別にですね、ホテル労働者保護条件に基づく追加費用っていうのはですね、8ドルから10ドルぐらいね、加算されるっていう風になってるんですよね。まあこれはですね、法律っていう風になりますんで、まあ法律であればですね、もう仕方ない話っていう風になっているわけなんですけども、まあこれがですね、今アメリカのロサンゼルスだけみたいな話なんですけども、これがですね、他の都市でも、まあ、導入されるかもしれないみたいな、そういったこともですね、ブログで報じられておりましたので、まあ、一つの可能性としてね、覚えておいていただくのもね、いいのではないのかなと思います。もうね、ロスでは実施されておりまして、一応ね、これ新規のホテル限定らしいんですけども、でもマリオットホテルのね、ロサンゼルスの近くのね、ホテルではもう一部導入されておりましたので、ちょっとね、詳しいところはわからない部分もあるんですけども、まあ、今後ね、他の都市でもね、導入されればですね、マリオットボンボポイントで、ね、宿泊した場合であっても、まあ、完全0円でね、宿泊することもできなくなってきてしまうかもしれませんので、こういったこともありますよ程度でね、頭入れといていただければなと思います。まあ、これはね、追加費用っていう風になりますんで、まあ、ポイント宿泊した場合でもね、請求されますし、ハワイとかね、ニューヨークとか、リゾート料金とかディスネージョンフィーっていう、その、払った分だけホテルで使えますみたいなのありますよね。あれとはもう全く別物で、払うだけっていう風になりますんで、まあ、ロサンゼルスでね、こういったことも導入されているっていうことは、頭の片隅にね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、LINE 公式アカウントね、始めましたので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。